こんばんは。3月16日月曜日、夜の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの高橋がお送りします。この時間は今日1日の東京マーケットの動きと、午後6時現在のヨーロッパ・ニューヨークマーケットの市況を予想します。今日の東京タイムは、早朝こそクロスを含めて円が全面高での推移となったものの、終わってみれば行ってこいでした。結局今日の円の安値圏で大引けを迎えた通貨ペアが少なくありません。実際ドル円は98円台から97円半ば近くまで一時大きく下落しましたが、その後98円台を再び回復しています。午前中の早い時間帯に FRB アメリカ連邦準備制度理事会のバーナンキ議長から、アメリカの景気は2010年から回復が始まる見通しなどといったコメントが聞かれる中、日経平均株価が前の週末に比べて130円余りの上昇をたどったことが、信用リスクの後退観測へとつながると、さらに円売りにつながっていたようです。続きまして欧米市場の見通しです。テクニカルに見た場合、ドル円相場は依然として明確な方向性に乏しい状況にあります。引き続き95円50銭から99円50銭という4円ほどのレンジにとどまっている状況に変化はなく、中でも97円から99円を中心としたボックスは特に居心地が良さそうです。為替相場においてドル円単体で動いているというより、クロスなどを中心とした動きを見せているだけに、今しばらくは居心地の良さそうな97円から99円を中心としたボックス相場の続く可能性を否定できないのかもしれません。こうした中、今日の欧米タイムに予定されている主な材料はご覧の通りです。この後欧米タイムには、3月のニューヨーク連銀製造業景況指数や1月の対米証券投資などが発表される予定で注目されています。最近はアメリカの経済指標の悪化イコールドル売りという単純な構図でくくれない面もありますが、それでもどの程度の数字になるのか、ぜひ注意してください。なおこれとは別に、今日は FASB アメリカ財務会計基準審議会が時価会計の指針について審議する予定となっています。影響が今日のマーケットに出るのかどうかは分かりませんが、こちらの行方についても注意を払いたいところです。以上、夜の FX フラッシュをお送りしました。